さて今回も始まりましたお気楽突撃バラエティプラリポ第7回目の放送です。第7回目の今回はですねラッキーセブンということもありまして日本唐揚げ協会を取材してまいりました。もちろんですねもう前回ちょっと健康なのか不健康なのかみたいなことを言いましたけれどももういや健康不健康どっちアブラブですからね。このリポートなんですけどもねザッキーさん私自らが言っておりますのでちょっとご覧くださいね。どうぞでーん。今回は日本唐揚げ協会さんの事務所にやってまいりました。会長さんの安久さんにいろいろお話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。日本唐揚げ協会のスタートはですね、はい、活動しだしたのは2009年の夏からですね、日本唐揚げ協会のホームページを作ってからの活動になります。きっかけはですね、まあ、日本唐揚げ協会には専務がいるんですけど、はい、彼は唐揚げ屋さんを始めたんです。唐揚げの祭事ですね、なんか祭事でこう唐揚げを揚げたりする仕事を始めて、僕は唐揚げをそう言って批評するといいますか美味しい唐揚げを探してたわけですね、はい、で俺たち唐揚げ力は結構高いよなと。唐揚げ力、はい、ということでじゃあ安田さんちょっと唐揚げに関してはやっぱり相当高いレベルの持ち主なんで会長に就任してもらえますかということで結果として持ち上げられた形で会長に就任したと。基本的な最終目標としては世界平和を目指してます。はい、なぜか世界平和ですか。はい、なぜかと言われてもあれなんですけど、まあ、唐揚げっていう食べ物はそれ自体まあ食べることによって幸せになれるじゃないですか。なれますね、はい、でその幸せになれる唐揚げが世界で同時にもし唐揚げを食べたとしたらこれは世界平和ですよね。なるほど、はい、これは唐揚げを知らない国にも広みがみたいな、そういうことです、ね、はい、まあ、まずは日本からっていう意味で日本唐揚げ協会ですけれども、はい、最終的には世界唐揚げ協会みたいな形でやっていきたいと思っていまして、はい、まあ、その一環としてまずは美味しい唐揚げを探しています。でその中で、美味しい唐揚げを探すっても一人では無理ですから、うん、まあもともと唐揚げ力の高い人たちがいっぱいいますから世の中に。そうです、そうです、いますね、はい、はい、そこで、まあ、唐揚げニストの育成っていうのを進めてます。まずは唐揚げの基礎知識は抑えていてほしいなということで、うん、あの漢検じゃないんですけど唐検って、まあ、唐揚げ検定っていうのがありまして検定ですか、はい、はい、でその唐揚げを受けていただいた方たちは、まあ、認定唐揚げニストとして認めてですね活動していっていただくという形ですね。その唐揚げの評価の基準というのをちょっと教えていただきたいんですけど。はい、評価の基準は 6項目あります。で、1つは、味、そして量、汁、衣、揚げと最終的には全部全体という6項目で、評価をしています。その、集大成じゃないんですけど、はい、そういうふうなのが集まっているデータベースみたいなというのもあるんですか。はい、日本唐揚げ協会内で現在構築中ですのでこれに関しては近いうちにですね、日本唐揚げマップみたいな形で日本中の唐揚げの情報が地図上に乗っかって自分に今近い美味しい唐揚げはどこだとかそういう情報がまあ得られるような形にしていこうと活動してますね。唐揚げポータルサイトみたいなもんですか。そうですね、唐揚げポータルサイト、そうですね、まあ美味しい唐揚げの場所を知ってるとちょっとモテるとか、まあそういうことで活用していただきたいなと。唐揚げの基本っていうのは、まあ、テストにもさっきの唐研の中にもあるんですけども、はい、小麦粉もしくは片栗粉を使って揚げたもの、これであれば基本的には唐揚げです、はいはい、ただ一個だけ、ケンタッキーフライドチキン、そこもちょっと聞きたかったんですけど、はいはい、ケンタッキーフライドチキンに関しましてはあれは唐揚げではなくてケンタッキーフライドチキンという美味しい食べ物、はい、というふうに、唐揚げ協会としては
はい、考えています。最後にですね、今後の、まあ、活動とその会員募集のアピールみたいなのがありましたら一つお願いします。はい、はい、今後はですね、皆さんにですね、ぜひ、美味しい唐揚げを探していっていただきたいという意味でですね、随時情報を集めております。その中で、情報をですね、逆に還元していくために、唐揚げマップっていうのを作ってまいりますので、ぜひですね、日本唐揚げ協会の中でウェブ上でですね、唐研、唐揚げ検定ができますので、ふるってご参加の上、試験に合格していただければと思います。どうぞよろしくお願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。さて、日本唐揚げ協会の、リポートの方をご覧いただきました。いかがだったでしょうか。もう入りたくなったでしょう。唐揚げニストになってみたくなったでしょう。そういう方はですね、こちらのウェブサイト、日本唐揚げ協会さんのウェブサイトまで、どしどしアクセスして、唐揚げニストの認定試験受けてくださいね。もうね、もう日本唐揚げ協会応援してますので、ね、プラリポもね、どしどしご応募ください。それではですね、次の VTR 行ってみたいと思います。次はレッスンスナックゴール、どうぞ。皆さんこんにちは。またお目にかかりました。今回からスナックゴルフの道具、用具の細かな説明をしていきます。まず今回は、何はともあれ安全で安心して楽しくゲームをするため、練習をするための約束をしていきたいと思います。なお、この説明のお手伝いをしてくださいますのは、委員会の副委員長小渕さんにお願いしました。小渕さん、よろしくお願いします。お願いします。それでは、ローラー、ランチャー、この用具はまた後ほど細かく説明しますが、この用具を持って移動する時の持ち方について説明をいたします。この用具は人に当たると怪我をしたり、自分も、怪我をしたりする可能性がありますので、持つ場合は用具の頭の部分、すなわちヘッドの部分を持って移動するようにしてください。向かって皆さんから見て右手、小渕さんの左手になりますが、これがローラー、右手側がランチャーとなります。またもう一つの約束事、これらの道具で打つ前には周りに人がいないことをしっかり確認してください。それから自分の順番が来て打つ場合には、打ちますと大きな声で宣言をしてから打ってください。それでは次回からはもっともっと道具の細かな説明をしてまいりますので、お楽しみに。さて、2本立てでご覧いただきました。いかがだったでしょうか、今回のプラリポ。今回はですね、日本唐揚げ協会さんとスナックゴルフの方の、まあ、レッスンの方ですね、取り上げてみたんですけども、いかがでしょうか。日本唐揚げ協会さんはですね、まあ、スナックゴルフ同様、もうプラリポの方でも応援してまいりますのでね、また今後の動向も取材できたら嬉しいななんていうふうに思っております。さて、ここでプレゼントの発表に移りたいと思っております。前回ですね、キヨプンが作りましたトンボ玉、こちらのですね、ネックレスと、ストラップですね、ネックレスの方はですね、栃木県にお住まい のペンネームシュガシュガルーンさんに決まりました。で、こちらの方ストラップがですね、なんと愛媛県にお住まいのタニアンさんに、送らせていただくことになりましたので、皆様ご応募どうもありがとうございます。それでですね、こちらの方、どしどしですね、そういった形でネタを募集しております。毎回ね、こちらの方にご応募くださいね。本当にね、ありがとうございますね、いつもね。どんどんこれからもプラリポ取材に行きたいと思いますので、また次回まで、楽しみにしててくださいね。それではさようなら、プラリポ。